皆さんこんにちは、話題満載 TV です。このチャンネルは世界のいろんな面白い話題とか、話のネタになるようなことですね、そういったものからファニー動画、こういったものを提供しております。よろしければ、他の動画もご覧になってみてください。今日はですね、韓国のイルベという掲示板、かなり大きな有名な掲示板らしいんですが、ここになかなか面白いスレッドが立てられていましたので、これをご紹介させていただきます。で、韓国語、ハングルはもう全然わかりませんので、こちらは翻訳ソフトを使ったものを掲載しております。それでいろいろ調べてですね、意味が通じにくいところは、さらに検索にかけまして、その言葉、意味、これに最も適するなと思えるような形で、意訳をしたものもあります。基本はGoogle の翻訳ソフトですね、こちらで翻訳をしております。で、このイルベという掲示板にですね、韓国女の食事のマナーを見る寿司女の表情をご覧くださいというようなスレッドがあるんですね。寿司女というのはですね、韓国でよく日本人女性を言うときに使われる言葉なんですね。これは決して否定的な意味で使っているものじゃなくて、寿司女というときはどちらかといえばね、いいような意味で使っていることが多いようです。で、韓国女性の方はキムチョンナという形で彼らは言っているんですね。実はここに出てくるのグループがですね、アイズワンですね、日本と韓国の女性が混ざったアイズワンですね。宮脇さくらさんもここに参加してますね。つまり韓国人女性の食事をしている、この韓国のアイドル、この姿を見た日本人アイドルの表情を見てくださいというスレッドなんですね。意外に思われるかもしれませんが、中で語られていること、出てきているコメント、非常に興味深いのがありますよ。この中で、ボロクソに言われているのが韓国人アイドルの、女性なんですけれども、でも可愛い子ですよね。アイズワンの連中だけどさ、向かって右下の韓国人メンバーを見る、左上の日本人メンバーの表情を見てみろ。韓国人メンバーの左にいるのも日本人なんだが、実につつましい女子力を感じるようにうまく食べているよな。家庭教育が最低なんだろう。韓女らしいわな。口を縫い付けてやれ。日本の女性は何か食べるときには必ず手を添えたりする。そして少しだけ口の中に入れて食べるんだ。根本から違うよな。韓国の女は女性的な女を敗者と見ているだろう。男に服従していると映るからクククク。本当は自分たちが負け組なのによ。男を敵のように見ているから男女の葛藤が生じるんじゃないかな。どうしてそう思うんだ。韓国女が一番おいしそうに食べているけどな。7、まるで成長していないというイラスト。矢吹な子、本当に嘆かわしいって感じで見ているよね。病の韓国人の奴隷を珍しそうに見ている高貴な神日本の女。未開だ。韓国は
いつも日本を追いかける国だから、韓国でも女子力は流行り出す。ただし、それは30年後に可能なことだ。韓女よ、寿司女のマインドを見て学べ。不細工なやつが、ああやって食べるものだから、悲しそうな目で見るんだよ。美人がああやって食べてみろ、微笑むだろ。言わせてもらうが、お前たちが食べているところを、内緒で映してみれば無様だろうな。これって女の問題じゃないだろ。人間そのものの問題だ。日本では、子供の頃から、お腹がいくら空いていても、絶対にガツガツ食べないようにする。日本女性の女性力は、自尊心であり、武器でもあるんだよ。良い男に会うためにもあり、自分のためにもある。女性だから、女性らしく思う気持ちがあるのが当たり前じゃないか。がっつり食べるのに、何か問題でもあるのか？だるだりをあのように食べて、笑い。宇宙人かよ。くくくく。マナーが最悪だよ、本当に。口元が歪んでいるのを見て、こっちまで恥ずかしくなったわ。日本人の顔には、あら、なんて未開な〇〇人って書かれているね。この他にも、たくさんのコメントが書き込まれていましたが、ほとんどが同じような反応で、意外な気がしました。ただ、韓国では日本人女性には、悪く言う人はあまりいないとも聞きました。皆さんはどのように思いましたか？ではまた、次の動画でお会いしましょうね。話の小ネタにでもなる話題をお届けいたします。ご視聴ありがとうございました。